子です。よろしくお願いします。はい、咲子さんはあのセルフイメージマスターコースの講座を3ヶ月間受けてくれたんですけど、はい、最初はなんでこの講座を受けようと思われたんですか？受けようと思ったきっかけは、なんかその当時自分の性格がとても人と比べて敏感に比べる癖がついていて、周りがとてもよく見えて自分はとても寂しい人、不幸な人というふうにとても強く感じることが多くなっており、何があっても八方塞がりな考え方をして悪い方向に、しか考えれない自分を変えたかったからです。なるほど。そして受けてみて何が一番変わりましたか？自分の気持ちの中何かモヤモヤして、なんか嫌なもの、体の中にいつもモヤモヤしてあったものを、カオルさんの講座を受けて一つ一つ紐解いていくような形で、分解していくことで、あ、これはこうなんだ、これはこうだからこんな風な気持ちなんだ、これはこういうことなんだっていうのを一つ一つ分解、なんか一つ一つ説明してもらうことで、客観的に自分を見つめ直せたような気がします。そうですよね、はい、で点数を今目の前に書いてるんですけど、はい、受ける前に、はい、こう診断表っていうのをチェックしてもらったの覚えてますか？はい、覚えてます、はい、その時29点だったんですよ。29点、はい、はい、そしてさっき同じものをもう一回チェックしてもらったんですよね、はい、そしたらなんと なんと52点、52点になってますね。52点って一般の人より高いんですよ。一般の平均の人も、本当に別にセルフイメージが低くて悩んでるとかではなくて、はい、普通にそんなの関係なく過ごしてる方でも、はい、まあ40よくても48点とか、はい、50点超すって結構高いんですよ。どう思われますか？そうですね、自分の中でも、うん、講座受けた後はとても気持ちが楽になったというか、なんだろう、悩んでる時間が本当にもったいないっていう風に今までは言葉では分かってたんですけど、本当に自分の気持ちの中では でもやっぱり悩むよねっていうところはあったんですが、この講座を受けて本当に悩むことの時間は本当にもったいない、悩む時間があるんだったら前、じゃあ今何しようかっていう前向きに考えれるようになった。確かに私も一緒にいてだんだん変わっていく咲子さんを見て、私の方が驚いてるぐらいです。こんなに人は変わるんだと、たったの3ヶ月で。そうですね。講座中にいろいろメモを取らせてもらって、それをこう、ことあるごとにこう読み返したり、講座の中でも一気にこうセルフイメージが上がっていったっていうわけではなかったんですが、初めのうちはやっぱりこう疑心暗鬼で、これはまあこういうことをやっててもいいんだろうかっていうふうにちょっとこう疑問に思った時期もありましたけれども、後半になるにつれてだんだんその気持ちが何でしょうか前向きになったというか、カオルさんが言われてたことが本当にそうだなというふうに腑に落ちたところが、全部ではないですが多かったです。腑に落ちていった点が後半になってバラバラバラっと自分の体の中に落ちていって、それが本当の自分の気持ちとして現れた結果が点数に結びついてるのではないかなというふうに思います。は
い、ありがとうございます。本当にあの驚異的なこの成長、特にね、咲子さんはあの見る見る間に外見もちょっと今日はね映るのがということでお姿はちょっと映せなかったんですけど、まあ外見も変わられました。びっくりするぐらい綺麗になられました。ありがとうございます。洋服とかも全然違う服に服装になりましたもんね。はい、それではセルフイメージがこんなに上がった今、やりたいことってありますか？やりたいことが、いろいろ見えてきてます。はい、例えば、なんでしょう、自分の、一番近くにいるパートナーを探したいなというふうに思っています。はい、はい、それはすぐに見つかると思います、はい、そう遠くないと自分でも思ってます。あ、素晴らしいです。はい、はい、じゃあ最後にですね、はい、一言、今もセルフイメージが低くて悩んでいる方に何かメッセージがあったら、はい、よかったらお願いします。はい、そうですね、私もあの結構自己啓発に関する本とか今まで講演会とかちょくちょく、まあ、あの時間があるときに行ったりはしてたんですが、あの講座をあのみっちりあのマンツーマンで受ける、まあ、ほぼほぼマンツーマンで受ける環境にあのいるとあの劇的に変わるんだなっていうふうに思います。あのそれはその講演会で聞くのもあの いいことだと思いますが、やっぱりその時間あの、まあ、その場を離れるとやっぱ忘れちゃったりとか記憶が薄れたりすることあるんですけれども、あの講座をこうあの短期間集中的に受けることで、まあ、嫌がわれてもあのこうしてくださいこうしてくださいっていうふうに、まあ、とりあえずあのやってみて変わっていくこと、あと、まあ、考える癖とかもだんだんあの、まあ、初めはちょっとこう違和感だったり苦しい時もありますけれども、まあ、それがこう、まあ、回数重ねるごとに、まあ、慣れてきたり、まあ、そうなんだっていうふうに本当に自分のこう心の中から思ってきたりするようになりますので、あの、まあ、短期集中でマンツーマンで、まあ、そういう仲間と共にあの一緒にやるとあの劇的に変わると私は思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これからもねあのセルフイメージが変わったことでどんどんいろんなことに挑戦していってください。はい、ありがとうございました。